山形のお殿様といえば最上義明公。その居城だったのが山形城、今の花城公園です。この二の丸東大手門のすぐ目の前にあるのが最上義明歴史館です。最上義明公をはじめ最上家の資料を集め調査や研究をするとともに一般にも公開していますので入ってみましょう。この方が最上義明公です。関ヶ原の合戦に参加した最上義明公は長谷道場で会津の上杉景勝の軍と戦いました。これがその時の模様を描いた屏風です。屏風にも描かれていた指揮棒と鉄線です。400年以上前のものがきちんと残っているんですね。そしてこれがまたリアル。その戦いで敵の鉄砲に撃たれたのですが、その時の弾丸の跡が残っているんです。これは最上家に代々伝わる軍旗、大事に保管されていたんですね。山形を知るにはまず最上義明公から勉強してみた方がいいかもしれません。それほどすごい人だったみたいですよ。